あのね、その曲を作るっていう、なんか曲を作るっていうこととなんかライブをするってことってなんかちょっと違くて、やっぱライブってあの相手がいることによって成立するじゃないですか。だから お客さんが一人もいなかったらまあできない話で、あのこうそのなんか作品をその場で見てくれるっていう人がいる状態じゃないとこうライブって成立しないじゃないですか。あの感じでとりあえず、あ大丈夫だとか、なんかこう、あ良かったんだみたいなのとか、良くなかったんだってのも、まあ、あるっちゃあるのかな、わかんないけど、なんかとりあえずその場で反応してくれることによってちょ安心感を得てるんだよね。なんかこう定期的にライブ見てるお客さんの顔を見て安心を得るみたいな、それがなんかなくなっちゃうとみんないなくなっちゃったんじゃないかみたいな気持ちになって、そのお客さんがもうそのコロナの間これ誰ももう聞かなくなっちゃったりしてんじゃないかみたいな、なんかこれ再開してライブした時にこうなんか誰も来なくなっちゃったりすんのかなとか、なんかいろいろ考えてきたらなんかめちゃめちゃ不安じゃんみたいな感じになってきて、でなんかそのインスタライブとかしてみんな小春のことに興味持ってるかなみたいな、音楽って聞かれなかったらもう死んじゃってるのと同然じゃん。なんかこう誰も聞かれなくなったら終わりじゃん。それ怖いよね。今日なんか特別な日なのか、いや特別だけど、今日は何の日でしょうか。ねえちょっともう一回やっていいよ。いや、なんでちょっともう一回もっとちゃんと。あ、じゃあ富士山、じゃあ、はい、始まりました。始まりました。あの、何日目、じゃあカメラに。はい、始まりました。今日は4日目4日目だと思います。今日は待ちに待ったデュッセルドルフ。ねえ言っちゃったじゃん、もう自分で言っちゃったじゃん。いいよ。あ、ちょっと今のはなかったことで、今日は待ちに待った日なのですが、何の日かちょっと質問してみたいと思います。今日は待ちに待った何の日ですか。今日は待ちに待った日本デーです。盛り上げていきましょう。私のすべてが詰まってるの。すごい立派なステージ。いや、すごい立派。めっちゃいい感じですね、これ。しかもうちらが最後にやらせてもらうってことで。めっちゃテンション上がりますね、これ。すごいですね、こんなに結構がっつり設営されてるって思ってなかった。で、ここ来る人たちがね、どれぐらい知ってるとか知らなくてもどう思うんだろうってね、反応がめっちゃ楽しみ。タランポランタンがこのドイツに来ることになった経緯みたいな。まずはあの私がたまたまあの別のバンドのライブ映像を見ていた時に小春さんが出演されているのを見て、そのすごい存在感が忘れられなくて、どういう人なんだろうなと思っていろいろ調べてチャランポランタンを初めて知ったっていうのがきっかけです。あの一番初めにあの提案したのは私ですけれども、ただ私一人ではもちろん決められないので、あのケル日本文化会館の中で会議をしたりとか、あとはあの今日これからやるデュッセルドルフのヤーパンタクはもう本当にいろんな関係者が関わっているイベントなので、そのデュッセルドルフ市はもちろんですけど、デュッセルドルフの管轄する日本のデュッセルドルフ総領事館ですとか、いろんな日本の企業とかが集まるその日本人コミュニティの団体の会議があるんですけれども、そこに行ってあの我々からあの今回チャランポランタンをぜひ招聘したいということを提案して、皆さんにあの満場一致でぜひ呼びましょうということで、
まあ、考え始めたっていうのが3年前ですね、はい、コロナになってしまって2020年と2021年に2回延期になってしまって今回ようやく3度目の正直っていうことで、まあ、それはい、お会いするの初めてですし、それこそあのこの3ヶ月ぐらいはあの夜な夜な今回の招聘のための手続きをワーカホリックを聞きながらやっていたので、あの非常に胸を打つところがありました。あれ今回セットリストももさん、うん、毎回セットリスト昨日と違うんですか？ね、そうちょっとだけ変えました。あとそのジェスカーさんのワーカホリックを昨日やってみたらやっぱ盛り上がったから入れようみたいになって、ワーカホリック入れて、まあいいじゃんをちょっとカットして、ちょいちょいカット、お祭りに寄せた感じで。小春さんはその働いてないと死んじゃうみたいなこと言ってたんですけど、うんうん、ももさんはどういうタイプ？あ、でも動いてないと死んじゃうから、働いてる、これは仕事、これは遊びみたいな意識はないけど、楽しんでないと死んじゃうって感じ楽しんでないと死んじゃうあ、やっぱ似てるんですね、そこは。うん、似てるかも。だからコロナ禍、コロナ大爆発して世界的になんかもうみんなおうち時間みたいなのあった時は、最初の5日間くらいはなんか百歩みたいな、ドラマとか一気見してオールしちゃうよみたいな感じだったけど、もうほんと5日くらいで飽きちゃって歌えない、なんか人前に出れないみたいなのに、うん、なんか小春さんそのコロナの時はなんかそのあまりにもライブとかそういうのができないから、うん、みんなに忘れられちゃうんじゃないかっていう、うん、なんか怖さがあって、うん、なんかすごいインスタライブとかめちゃめちゃやってたって聞いたんですけど。ああ、みんなに忘れられちゃうみたいな意識小春ちゃんより全然なかったけど、私はもうちょっと自分が歌いたいみたいな気持ちだった。本当に自己中心的な人間なんで、なんか本当に人前に立って歌いたい、なんか私の歌を聴いてもらわないとっていう感じの気持ち性格違う。ももさんには寝やかなんですか？どうなんでしょう。で小春さん昨日その夜、うん、小1時間ぐらい話してて、うんうん、なんかもう思ってたより暗くはないけど、うん、なんか中学校の時の話とか、あ、うんうん、友達いない話、省かれてて、あ、そうそうそうね、いろいろ言ってて、あ、意外だなと思った。そう、え、どういうイメージ持ってました？もともと小春ちゃん、なんか普通に男友達、女友達も普通にね、いっぱいいそうな、そうそうそう、意外と飲んだりとかもすごい好きそうな、うんうんうん、飲み出歩いたりとかね、そうそう、全然しない。なんかももさんがやっぱ知り合いが多い、うん、友達いっぱい。でもそのなんか寝やかでも寝やかなのかな、どうなんだろう、ちょっと全然そんな意識は してないけど普通に友達とご飯行ったりします？するする、めちゃくちゃする。てかもうやっぱりこのコロナ禍で完全になんか確信したのは、私はもう本当に楽しむことが最優先、もう私の最大の目的みたいな、生きてる上でのなんか一番重要なことはもう楽しむっていうことで、その楽しむ、私を構成してるなんか3つ4つくらいの重要なものっていうのが、やっぱ音楽、歌うことと食べることと友達とお日様、今日とかめっちゃ曇ってるけど、それでもう私というものができてるんだなってやっぱ改めて気づいた。そう、人に会うことが、人と話すことが本当に好きだから、海外公演とかももう全然なんか言葉とか通じなくても全然 OK みたいな感じ、もうパッションみたいな、はい、こんにちは、いらっしゃいませ、はい、でお客様どうぞご覧ください、いらっしゃいませ。私頼まれて書いたんですけど、こちらミスりましたので私のセットリストにしたいと思います。こちら書き直しましたので、こちら綺麗なセットリストになります。今小春さんの、はい、
過去の暗いエピソードについて話してました。すいません、でも今は元気です。友達になってもらえばいいじゃん。本当は怖くない？一人目の友達かなり怖くない？一人目はさすがにもう嘘になる。でもやっぱバンドメンバーだよね、友達は。フーチンとか幼馴染。うん、でもなんかその買い物に行くとかって言われて、それはないかなって。確かにね、目的がない。あ、そうそう、目的がない。あ、そ、遊びっていうか誘い。だけどその美味しいご飯屋さん見つけたんだけど食べ行こう的な。人生で一回もないかも、マジで。でモンさんはあるんですか、それ。あるある、それあるでしょ。不思議だな。連れてったりしないんですか、ちょっと。あ、だからまあするとしたら私じゃない。うん、うん、だから大親友です。そうだね、モモとしか行かないかも。今どこどこいんだけどご飯食べないとか言って、うん、私が、そう、連絡して OK 行くわみたいなのはあるけど、友達ってなんかこうほらバッジがついてるわけじゃないから難しいよ。まあそうだよね。飛んだ母屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた母。シャーハハハ、風風ハハ、吹くなシャボン玉飛ばそう。なんか音量が大きいみたいな話聞いたんですけど、はい、爆音なんですか。多分今日割と爆音な方だと思います。なんかベースアンプも割とゴリゴリのなんで、今日多分すごいゴリゴリだと思う。今日はあの暗黒です。今日はヘビーメタルな感じです。なんか音量が結構大きい。あ、もう大きいですね。こういう時はもうヘビーメタルのイメージで今日は。あ、爆音ですね。あ、まあなんかフェス感めっちゃあると思うね。あのフーチンのバスドラとか朝倉ちゃんのベースがボンボンって出るのがもう最高。そうね、最高。ね、そうだね。だってまだ始まってないでもイベント。マジでこれ4、5000ぐらい集まってないですか。私3まで見つけまった。え、でもなんかそうらしいっすよ。え、すごい。うん、でちょっとさ、あの大鳥っての知らなくてさ、え、マジでいいんだよ。大鳥知らなかったんだよな。まあ、あの出演の後に花火が上がるんで時間厳守でとは言われてたんだけど、あー、はーいみたいな感じだったら、プログラム見たら大鳥なんだけど。激アツですね。いや、さぞかしすごいやつ出てくると思ったら浴衣のやつら来たみたいな感じになるよね。リハーサルお疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったですね。もう本当にね、あの外でやるっていうのは気持ちいい。そしてリハーサルなのにたくさんの人が来てくれてとても楽しかったです。それでは、日本のアーティストの方がいらっしゃっておりますので紹介したいと思います。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。日本からですね。こんにちは。日本から待ちに待った。いや、チャランポランタン。はい、いらっしゃっていただきました。チャランポランタンさんでございます。こんにちは。こんにちは、だそうです。かなり寒かったよね。迷子とかも。リーサーだったね、寒そうでしたね、皆様。でもすごい、あのたくさんの方が、ちょっとさっきと重複してしまいますけど、あのたくさんの方がリハーサルにもかかわらず集まっておりまして、もうさすが日本の待ちに待ったアーティストだと感じました。本番は夜です。楽しみです。本番はって言ったのか、こんばんはって聞こえた、聞こえた。こんばんはって聞こえた。こんばんは夜ですって言ったかと思って、ちょっと待って、時経った。本番は夜です。ね、夜何時、はい、
でしたっけ。9時、あ、10時、あれ10時、9時45分じゃなかった、10時くらいだね。うん、9時、あ、そっか、ハーレーだもんね、花火。はい、ですので、みな、皆様は皆さんお楽しみに。それでは、チャランポランタンさんでした。どうしようもないって目で言いないでくださいよ。私の全てが詰まってるの。Jetzt immer frei bis unten. Jetzt immer frei bis unten, genau. Aber muss 10 Kilometer, mehr nicht. Ja. Oh! Oh!一回消えて、あの衣装が全部変わってるから、まあ、本当に尺八みたいでうわーってなると全部衣装がまたほらほら、あの早着替えで早着替えで変わってるから、うん、ああスモーク全部取れたら、そんなの今日大丈夫でしょ、そんな曲なかった、ああ、でもその後晴れたら、空が晴れたら、ね、テレ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 やばいよ多分このね、だいたい60分ぐらいでどこら辺って、このね、旅立つ、あ、と、そう、ここら辺なんで、メドレーやってる最中に多分60分くらいが来るんじゃないかと見てるんですけど、その1時間15分が10分になってもいいんです、ぜひね、なる可能、始まる時間次第ですね。あ、いや、違う違う、その、じゃあ15、じゃあその早めに終わってもいいから、うん、できればできるだけ花火直前までやってほしい。ああ、なるほど。花火直前、もちろん終わっちゃっても花火直前っていうのも11時ぴったりで、その5分前、あ、そう、5分前で MC 11時55分に終わってほしいっていう。あ、10時55分、じゃあ10時50分にスタートすればいいってことだね。ここは6分半だったと思う。ちょっとね、すすめメドレーは後に、うん、で、なんか次の曲は本番です。もうすでに会場盛り上がっております。もうね、ものすごいお客さんの量なんです。もうびっくりするほどで、あの、いろいろなか、あの、コスプレをしている方もたくさんいて、私たちがね、記念撮影したいなと思うような、もうリアルなコスプレの方もいて、もうみんなメンバー大興奮でございます。まあ、私たちの演奏が、あの、お客さんに届くといいなと思います。楽しみです。10時59分に出るね、終わりね、になんかもう終わってバイバイとかみたいな感じだったから、11時に終わる、もうで、まだ58に8、だから11時になんかもう、もう自治になる瞬間に最後の人が舞台に出たみたいな感じで、なんかありそうで、で、それで司会が、まあ11時に入って、
で11時に花火開始っていう。わかりました。すごいハラハラするね。こんなに時間のあれあることないも制約ね、あることない。もも MC の時間入れた？自分でやるから言ってたんだけど。入れてないよね。入れてないかもね。わかんない私。さっきさ MC 入れないで57分だったよ。58分か58分。あじゃあそう大丈夫だわ。うん。それなら大丈夫だ。あそうなの？うん、本当に？うん、ね。MC 入れないで58分だよ。はい。刻むね。絶対最後のところもあったよね、さっきね。何曲目なのかみんなわからないらしい。とっくに終わってるはずだってなってる。ちょっと待って。これ今何曲目なのって言ったらもうこれが何曲目なのかわからないってなってる。本当はとっくに終わってるはずだってなってる。え、これうちの持ち時間やばいのかな、もう。めちゃくちゃ短くなるか。やばいかも。でもこれ最後の曲だと思う。まあまあ盛り上が、あの普通に曲として。怪しい。いや4曲前くらい最後の曲っぽいのなかった。多分今あの最後の曲だったはずです。はず。あ終わったかも、終わったかも。終わりました。あの司会もちょっと入るの、あでも今は入らないか。でみんなは向こうから、太鼓がこっちに来るみたいだから、みんなは向こうから、小春ちゃんはこっちから。まだまだまだ。そう。チャラン、ポ、ランタン。mal nachschauen wollt, was die Gruppe vor einem Jahr uns mitzuteilen hatte.Kann das jederzeit machen, aber wichtiger ist, was du heute. これってまだ出ちゃダメなの？Danke schön, vielen Dank. Wer einen Abzug haben möchte, kann sich an mich wenden. Danke euch. Wieder bitte später sein. もういいんだよね。なんでマイク何にも出てないの？誰が持ってくるんこれ？あるけど、なんか今道がどっちっていうか、そうだね、全然やってるから、あすいませんね。大丈夫。Feuerwerk jetzt! Diese wunderbare Band! Viel Vergnügen euch allen! お楽しみください。
始まるわ。ようこそチャランポランタンです。始めまして。こんにちは。これから始まるよ。悲劇がほとんど。いつになったらあなたに会えるかな。先の見えない冬が。喵喵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 今までなかったんですが、いや私初めてですよ、こんなになんかもうみんなもう花火が来るのにみんな、なんかアンコールとかあって欲しいのはもう初めてでした、ね、本当によかったね、よかった、I love you。
よ、じゃあそろそろ帰った方がいいね、これ一緒に言われるけど。なんかもう、そうそう。せやねー、うわっ、ありがとう。すごかったね。なんか最高やったね。すごい。なんて言うんだろう。大スター感すごかった、ね。いやだ。いやもう本当ガイタレ感あったね。いやでもドイツ。すごくなかったっすか。ね。ね。いや、ね、いや大スターだったね。一日大スターだったね。やばかったよ、ね。レンタル大スターみたいな感じだった。ちょっと前に出ただけでキャーみたいな。そうだよ。ね、多分知らない人もいっぱいいたよね、多分ね、もう半分以上は知らないでしょ、多分ね。でもすごい盛り上がって、ね、人がめちゃくちゃいっぱいだよね、うん、いやすごい、超楽しかった、ね、超楽しかった、ね、超楽しかった、ドイツすごいよね、すごい、いや、やばい ね、これが思い出したよ、フェスを、なんか超楽しかった、超楽しかった超楽しかった。ってたみたい。心配な顔してたのすごい笑顔になってる。いやだって今すごいホッとしてますよ。もう素晴らしいコンサートでした本当に。もう皆さんありがとうございました。もうお疲れ様でした。お疲れ様です。いやいいコンサートでした。としか言えないです。もうこれはもう永遠の思い出になりますよ。いやいやいや永遠の思い出にしないでまた呼んでって言っといてくださいよ。もうお疲れ様でした。お疲れ様でした。改めてどうですか。いやもう楽しかったっていうかなんだろう、もうすごいね。すごかったの、すごい楽しかったって感じじゃないな、なんかもうすごい、これはすごいって感じ。なんかまあいろんなとこで演奏してきたし、フェスとかも出てきたけど、これはすごい、もうすごかったあと花火もすごかった。花火に感動しちゃって、私は花火大好きだから。でもすごいね、よかったよね、間に合って。マジでもうちょ話にならん、もう本当にすごかった。もういやあとね、最前列でずっと一緒にもうあの歌ってるドイツの子がいたんだよね。聞いてくれてたんだと思って。かわいかった。コール&レスポンスも1回目からもう爆買いししてくれたもんね、みんな。こんな経験は今までないな、日本でライブやってても、海外でも。今回ので、あの猫の手拝借はあれで押し切れば盛り上がるってことが分かる。盛り上がる、にゃお、1回目でさ帰ってきたよね。そうにゃお、やっぱコロナ禍で2年できてないかったから、みんなねのなんかこう楽しもうという気持ちが爆発したのか分からないけど、まあもともとこのくらい盛り上げてくれるお客さんだったのかもしれないし、いやまあ私らも気合い入ってたしね、めちゃくちゃ良かった、本当に何もかも何もかも良かった。マジで実川さん呼んでくれてダンケ。あのね、もう見てなかったから分かんないけど、あの終わった瞬間にジャンって終わった瞬間に終わった、オッケーって、あのもう実川さんたちこれで本当最高だった、最高の一日、本当にドイツ来れてよかった、マジでダンケシン、ダンケシン、ダンケシン、ダンケ、ダンケ、ありがとうございました。うちは作ってよかったよねマジであれギリギリだったんだようちらの子はね、争奪戦というか、やばいやばい、やばかった、うん、もうしかもさ、もう最前にちっちゃい子がいたの2人、その子に渡そうと思ってもう低いところからこうやってやってるのに、もうそれをこうやって奪い取るおじさんたちがいて、なんでえ、なんでみたいな
え、もうこの間ね、お祭りのテーマペピースじゃないのみたいな、ラーメンピースじゃないのみたいな、すごい顔でも。